先日、チャンネル登録者数が1万人を突破しました。ありがとうございます。とまで言っておいてなんですが、この動画は登録者数が今の半分の半分の、そのまた半分以下の時に撮った動画素材です。本来没になるはずの息の悪い動画素材を使って何が悪い？私のバッグには SDGs がいるんだぞ。知ったか？というわけで、今日は福島駅から市の北側までにじり寄って、飯坂温泉あたりまでを結ぶ私鉄路線、福島交通飯坂線をしゃぶり尽くす日です。よろしくお願いします。とりあえず、370円程度の現生と引き換えに切符を買って改札内へ。侵入するや否や、別の私鉄ってか山積、阿武隈急行が、堂々とホームの片っ端を占領しとる。車体のカラーはアイボリー。卵巣英語でオーバリー。今日も楽しそうですね。形式上は、2路線共用のホームやけど、阿武急の方は、国鉄のおこぼれ拾いと、尻拭いをやるかのように、昭和末期に敷設されたもの。せやから、阿武急の方が、福島駅ホームの後輩なのに、威風、堂々とホームに居座っとる。二路線のさざる福島の私鉄帝国には、年功序列のへったくれもない小様子で、迷いはしないけど、間違えそうな事情も相まって、駅構内には、乗り間違えたらもうお前が悪いというレベルで、念には念を入れて、飯坂線、阿武急の掲示がなされている。IC カードには一応対応しているけど、こいつ、乗るかなる独自文明カードにしか対応していない。スイカとかいう JR にかぶれたカードを使おうものなら、漏れなくつま弾きを食らう。かつて当以前の中国の都市が、どうなるクソでかいブロックで、人々の行動をことごとく縛ったように、福島帝国に足を踏み入れたからには、ここまでの囲い込みも受け入れにゃならんのかも。なお、乗るかの名の由来は、バスに乗るカードとのこと。言葉遊びが、撮影当時の福島くらい寒いのはともかく、導入された2010年は、確かに福島交通のバスでしか使えなかった。飯坂線で、乗るかが使えるようになるのは、その5年後やけど、根っこの思想は変わっとらん。乗るかそるかの乗るかネーミングも、いたずらに、四方八方に、反旗を翻す羽目に。そんな福島駅ホームに入線してきた電車は線形。東急の池上線、玉川線とかで走っていた車両の肩を叩いて、福島まではるばるさらってきた産物。車体の長さが、地方ではメジャーな18メートルだとか、GTOVVVF をこさえてるとかで、老朽化大国のローカル施設からしてみれば、喉から出どころか、ブラックホールでも飛び出しそうなほどの格好の的。でも、方向膜はどうでもええ扱いを受け取る。せっかく、中間車を先頭車に魔改装するゲートまでやり遂げたのに、どうにもなんとももったいない。とにもかくにも、14時40分、福島駅を出発。あたり2600もドン引きレベルの危険波チャイムを響かせて、飯坂温泉へ駆け出そう。まずは例によって、敷設までの歴史をば。福島交通飯坂線の始まりは、1906年の末期に設立された、新達軌道。大日本軌道株式会社のボスだった雨宮慶次郎が設立した会社や、明治時代のノービス技術ではあったけど、そんなの構わぬサービス精神で、細かく張り巡らせていたらしい。飯坂温泉と関係の深いルートは、愚直に北上する福島を清水経由で飯坂までと、福島から瀬の上、伊達あたりを経由して飯坂って、ナックルカーブを描いて飯坂温泉まで伸びる2つのルートかな。ちなみに、福島、柳川、丸森、相馬を結ぶ、阿武急に近いルートも計画していたらしい。軌道の分際で軽く 50km はある山岳地帯ルートを計画する、心意気はいいと思います。虫もいいと思います。もっとも阿武急ルートは会議でぽっと話題に上がったっきりで、内務省の命令書では幾分ちきったのか、さすがに福島県内に絞られた。とにもかくにも、ルートが決まってからの工事は、どうにも突貫工事だった。なんで先を急いだかというと、福島で共振会があったから、この共振会ってのは、物産を各地からかき集めて、難しい顔しながら優劣を決める品評会やった。食産工業なる決まり文句でおだて上げられたやつで、内国官僚博覧会のお仲間。自慢とお世辞と悪態を同時にひきらかす、とんでもない腹黒イベントだけど、一地域としては重要。東北エリアの県たちがもろもろ集うんだから、それに合わせて鉄道を開通させにゃならん。夏休みにダミーをむさぼった小学生が、9月手前で仕上げる、宿題張りの庭科作りとはいえ、1908年の4月には、さっさと、福島、伊達、飯坂まで開通させちゃった。調子に乗った新達軌道は、天狗の面を垂れ流し、伊達から、阿武隈川の対岸、保原までを開通させた。ただしこちらの方は、1957年までの影響という条件が付きまとってきた。もっとも文面上は、明治90年まで、とかいう、言語を都合よく使って、遥か先かのような叙述トリックをぶちかましていたらしいけど、明治90年自体は、まだ来てないから、好き勝手言いくるめて、影響計測とかできるのかしら。ついでに、燃料にも制限が設けられて、コークスや無煙炭縛りが押し付けられた。要するに、煙をぶっぱしたらどうなるか分かっとるよなと、脅しをかけられたわけや。そんな縛りはあったけど、それでも開通という一撃は、随分大きく。福島県北の最果て、モニワってエリアに国有林があったんだけど、そこから木材をくすねたり、果てには、モニワに資材を送りつけたいという欲まで生まれる。満たされぬ欲にのたうつ様は、さながらショーペンハワーが掲げた論理。何はさておき、路線網の充実を狙い撃ちしようと、モニワにあった発電所の力を借りて、電気作動株式会社なんて、ものを立ち上げた。にしても、超絶ストレートな名付け方。トイプードルに、ポッチとかじゃなくて、犬って名前つけるくらいストレート。
一方、大正も中頃にまで入ってくると、別の会社が頭角を現し始めてくる。その言い分としては、福島と飯坂の輸送はバリクソ盛んやん。8月の立ち見くらい熱々なカップルのライン送知人張りに盛んやん。中の二国の交通も、ディオが見たらせせら笑いそうなくらい貧弱なんやけど、なんとかしろ。トマテのたまい、本線需要を求めて、福島からほぼストレートに飯坂まで線路を伸ばした後、果実や滝に積み、鉱石を追い求めて、西方面の関場ってところまで線路を伸ばそうとした。こうして飯坂軌道が1921年の8月に立ち上がり、3年後には飯坂温泉まで、電化の形で敷き切った。最初は蒸気機関に頼りたかったみたいだけど、市からメンチ切られて、電化になったそうな。それもあって、飯坂軌道は、設立後すぐ、福島飯坂電気軌道に改名したし、なんなら、線路を敷いた半年ちょっと後には、飯坂電車へと、名前の再チェンジを果たした。ま、飯坂電気軌道から飯坂電車に名前を変えたのは、単に名称がだるいから、っていうのもあるっぽいけど、SNS の闇赤ばりの高頻度名前チェンジも、背景には、新達軌道のやらかしがあったのかも。というのも、飯坂なんとやらよりも、随分前に、福島エリアの守り神を果たしていた、新達軌道。何しろ使っている石炭の質がよろしくなく、大正以降は、綺麗に飛び火し問題に、井戸端会議の陰口張りの綺麗な飛び火で、消防からお小言を食らったのも束の間。大正2年の飛び火から、時を経ることたった3年、軌道をぶっ潰せなる論調まで巻き起こる。だって、煙を出すなとまでちぎっておきながら、シュポシュポ煙を出してたんだもん。最初の頃はちぎってるのか、それとも舐めているのか、かぞってるエリアでだけ煙の出る燃料を使ってたけど、気づけば、デスマフィンバリに腐った態度を取り始め、市街地でも平気な顔して黒煙を繰り出していた。それで済めばよかったものを、証拠りもなく、大正中期に、二度目の飛び火を打ち放つ羽目に、その猟奇っぷり、民家を100軒以上投げ払うもので、元打ち大家とまで呼ばれた。ことの早金とかいう人と同じくらい、喧嘩の売り方がうまい新達軌道は今なんつった。座り込み抗議まで巻き起こり、2週間半も運休せねならんかったという。さしずめ、目には目を、歯には歯を戦闘。美しき半村美法典。葵にも同じことやったるか、右の方を打たれたら左の方を差し出せって、マタイの福音書に書かれているので、何でもかんでも反撃するのはよろしくないかと、ラブスタイモートからの反撃を食らっています。助けてください。とにかく、福島界隈はこういうのもあって、電化が叫ばれてきたらしい。ってわけで笹谷駅にたどり着きました。単線のため行き違い。なんだけど、ホームに降り立つ暇は、まずありません。だって日中は、走破に23分かかる路線を25分間隔で運行し、しかもそれを日本体制で回していくという、シャトルランをもじで行く路線。一面一線の福島駅折り返しでさえ2分で済ますのに、行き違いに何分もかける路線じゃない。ホームの越見を歌おうものなら、メイドインワリオ並みの俊敏さでドアを閉められる。それ以前に、乗務員さんが心配になるようなダイヤの組み方しとるけど、福島市内の地域の足としては、申し分ない使われ方をしとる印象や。そんな飯坂電車と福島市街地に対して、100年前に喧嘩越しで挑んだ新達軌道。そっちへと話を戻そう。石炭の高騰に火災の詫びし、それから飯坂電車とのエンカウントで、新達軌道は仮首の皮一枚状態やった。あーい。電化を目論みはしたけど、湯水のごとく金を使えるほど腹は超えてはない。工事への金飛ぶをも惜しんで、戦場での鉄道敷設を担った鉄道連隊を使わして、電化することに。そんで、名は体を表す屋直に実行してか、福島電気鉄道へと名前替えも果たす。しかし、ツイッターとかいうスラム街が X になっても、変わらずスラム街の様相を呈しているように、名称変更だの電化だのといった小手先で、どうこうできる話でもない。そこで、富山地方鉄道の親方身分だった佐伯宗義のアシストを借りて、会社の立て直しに踏み込んだ。ただ、ゴシップ誌に群がる人の思想くらい傾いた経営を立て直すのは、もはや無謀。だから1927年、思い切って、ライバル関係だった飯坂電車を合併することにしちゃった。犬猿の仲だった者が、互いに仲良くなるという、おあつらい向きのハッピーエンドを遂げた。それから戦後を迎えると、福島市が県庁所在地になって、人口が増え、飯坂電車エリアは、国鉄の貨車も直通するようになり、風向きは、温泉客から地元客の味に、ついでに、福島県南交通も合併して、人口満帆の面持ち、鉄道も、バスとかの自動車部門も、それなりには潤っとった。福島交通の長も先祖だった軌道も当然、潤ってればよかったんですけどね。世の中全てが甘いと思うな。チンポの冷凍餃子、どさくさに紛れて、下に甘えるな。ってわけで路上を乗ったくる路面電車たちが集う軌道部門は、1970年にもなると、8000万とかの赤字を垂れ流すことに、鉄道でカバーしようにも、黒字額は2000万弱ぽっちだから、もはや、骨折に絆創膏で太刀打ちするレベル、黒い煙を垂れ流した黒歴史を持ち、その後、赤字と交通渋滞を垂れ流す軌道に、用なんてないのか、割と地位もなく線路を引っぺがして、瞬く間に、先輩にまで追いやってしまった。でも、それで赤字が改善するだろうという考えなつ浅い。猫耳は特殊性癖とのたまう人の造形並みに浅い。特殊性癖ってあれでしょ。例えば事の始まりのダークサイトとか。青い。ダメ。とにかく、鉄道の羽振りは良かったから、新駅を置いたものの、その費用の足かせになって、鉄道も赤字。鉄道と並ぶバスを削った上に、電車サイドも、減便を図った。
というのも、これまでデイタイム20分間隔やったものを25分間隔にすることに、割とえげつないシャトルラン運用は、都市化と赤字とのせめぎ合いで生まれたのかも。そのタイヤとかが功を奏して、おいおい、鉄道は黒字を叩き出したけど、今度は自動車部門、不動産部門が粗鎮状態になって、漏れなく赤字に直面することに。でも、まずを担う自動車部門を切り離すのは、福島交通とまで掲げとる手前あれやから。とりあえず新福島交通なる会社を立ち上げて、そっちに鉄道、自動車部門をなすりつけ。それから、その新なんちゃらに、新がつかない方の、福島交通という名が明け渡されたというで。そういうわけで今現在、馬力素交通一筋な会社として頑張っているのが、福島交通です。もう終点じゃん。早っ。1975年の新参者なのに、車両基地でも何でも担う桜光駅とか、源義経の側近が物資、松尾芭蕉が読んだ寺の近く、硫黄島駅とか、いろいろあったのに。花粉症ヒューマンが見たら、七点抜刀しそうな地面の駅、花水坂駅を出て、飯坂温泉へ。飯坂電車の合併直前までは、花水坂駅の終点だったけど、後々500メートルほど延伸されて、今に至るそうな。歴史的にもなかなかタフやけど、物理的にも相当タフで、2011年の東日本大震災で、福島も、6弱の地震に見舞われたのは、記憶に新しいねんけど、9.2km の短距離路線、翌日すぐさま補修工事、桜水駅以外に、大きな被害なしともろもろあって、なんと48時間かからず復旧した。復旧に悪戦苦闘している東北本線との共用踏切もあったけど、そこは、踏切防護要員を20日ほど置いて、どうにかした。強靭だね。雨にも負けず、の一節に加えたい。地震で、隣の東北本線が、ダメになっても負けず、金玉に塩土地の竹が落とされても負けず、なんかうちの知ってる雨にも負けずと違うもんが出てきた。まあいろいろあったけど、飯坂温泉に到着。線形にあしらわれた色は、ダークブラウン、ピーチフラワー、シャンパンゴールド。JR 日光線の往年の車両をなんとなく思い出す色合い。ブラウンは歴史、風情、ピーチフラワーは笑顔、福島の春の花、花桃、実りもとい成就。シャンパンゴールドは、輝かしい福島の永遠の歩み、いい伝の歩みを示したもの。3色しか使ってないのに、貪欲に7個も意味を込めているあたり、ものはいいようなのを感じさせる。そんな線形も、キビスを返して福島へ、銀一色の道の上を、VVVF の音とともに駆けてった。冬の東北は、美しい。質実冒険の生き方を見せる地方私鉄も、美しい。そんな美しさを、遺憾なく発揮する飯坂電車。アクセスもいいし、サクッと乗れるし、飯坂温泉付近にも、江戸時代の豪商のお屋敷、旧堀切邸など、見どころはいっぱいあるので、お暇があったら、ちらっと寄ってみてくださいな。ラストは、昭和57年にこさえられた駅構内とかとともにお別れしよう。じゃあね。